イルニア向けて、ビトリアを出発したかつてのデュールの280列車。デュールのは、スペインの鉄道における、列車種別名称の一つである。1980年代から90年代初頭に、かけては、ラピドと呼ばれていた。列車は、機関車が客車を引く、古典的な方式で運行されており、現在では、バスク地方とサラマンカの間を結ぶ列車が残るのみとなっている。 この列車の牽引機関車には2 6 9系、2 5 2系電気機関車及び333型、334型のディーゼル機関車が使用されている。客車には、スペイン国鉄によって1980年から1985年に、かけて導入された9000系客車が使用されている。走行時に高い性能と安定性を発揮し、 GC ボギー台車もしくはフィアット製、ボギー台車の採用によって時速160キロメートルで走行可能な9000系は革新的な客車であった。しかし近年、十分な整備が行われなかったことや高速鉄道に重点が置かれたことによりサービスは低下してきている。当初、列車には一等車、二等車、カフェテリア、食堂車が連結され、託児所もあった。 一部の列車には荷物車が連結されており、さらに一部の列車には郵便車も連結されていた。また、旅客用車運車を連結する列車もあった。この車運車はしばしば夜行列車にも連結されていた。今日までに多くの客車は解体され、あるいは廃車体として駅に放置されるか、2000系客車に改造された。 エレンテリア付近を走行するかつてのデュールの280、列車デュールのバスク地方サラマンカ、イベリアジルのパゼバスコサラマンカイベリア、ビルバオ編成イルーン、アンダイエ編成平結区間。ありがとうございます。